スワヤンブナートこの約1ヶ月後、ネパール地震により大きな損壊を受ける。スワヤンブナートの位置、スワヤンブナートは、ネパールのカトマンズ盆地にある、ネパール仏教寺院。ネパール最古の仏教寺院とも言われ、カトマンズの渓谷の一部として、ユネスコ世界遺産に登録されている。400段弱の旧内市階段を登り切った高台に、ある。 カトマンズの中心部から西に 3km ほど離れた丘の上に立っている。400段弱の旧内市階段を登った高台に複数の仏塔が立ち並び寺院を構成している。太古にカトマンズ盆地がまだ湖だった頃からこの丘の上に立っていたという伝説を持ち、ネパール最古の仏教寺院とされ、1979年に世界遺産に登録された。 カトマンズ盆地の主要な構成要素の一つでもある。寺院中央には、下部が白いドーム状で上部に仏体を四方に持つ、高さ15メートルの黄金の仏塔がそびえ、四方八方へ五色の鮮やかなタルチョが伸び、カトマンズを象徴する景観を作っている。大きさでは、ボーダナートの仏塔よりも、はるかに小さいが、ネパール仏教にとっては、最も重要な仏塔である。仏塔には、 仏陀の知恵の目が紙面に描かれている。この仏塔を取り囲むように、チベット仏教の特徴を示すマニシャが並び、巡礼者が右回りにマニシャを回しながら歩いている様子が一日中見られる。仏塔には仏陀の知恵の目が紙面に描かれている。なおこの仏塔は正確にはストゥーパではなく、マハチャイテヤと呼ばれる。また、仏塔の西北宮にある動が、その形状から、 ヒンドゥー教の寺と勘違いされ、仏教とヒンドゥー教が共存している象徴として紹介されることがあるが、実はこれは、岸も神道、ハリティであり、ヒンドゥー寺院ではない。また、この寺院は別名モンキーテンプルと呼ばれるほど猿が多い。寺院では猿も信仰の対象となっている。このため訪れた旅行客の荷物を奪うなど、被害も発生しているが、 駆逐対策は実施されていないな小高い丘に立つため、境内からはカトマンズ盆地が一望でき、特に夕暮れ時はダイナミックな光景を目にすることができる。一般にあまり目立たないが、境内の建物の最上部にはカフェレストランがあり、オープンテラスからの眺めが絶景である。また、境内の空いたスペースに多くの仏教グッズや、 食料品などを商う露店の土産物店が並び、観光地的な雰囲気を醸し出している。沢木光太郎原作のドラマ、深夜特急で、主演の大沢かおがネパールに入国し、最初に訪れた場所がスワヤンブナーと出会った。ありがとうございます。